栄えある一色動物病院の珍名さん、はい、第1位は、はい、いきます。はい、ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市清澄の一色動物病院、一色和幸先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、今回は視聴者の皆様からですね、ワンちゃん猫ちゃんその他に関する何でも質問してくださいと言ったら本当にたくさんいただきました。ありがとうございます。お答えお願いいたします。わかりました。先生はこれ獣医さんになって何年目なんですか？獣医師になってそうですね24年ですかね、はい。若く見えますよね。いやもうボロボロですなんですね。いや、はい、その24年のベテランさんでございます。何でもじゃあ聞かせていただきます。まずですね、ゆかさんからいただきました。猫を2匹飼っていますが、化粧をするときに化粧液、乳液を舐めようとする子が1匹います。舐めて猫の体に悪かったらいけないと思って舐めさせないようにしていますが、本当に好きなようで何が何でも舐めてやる的な時もあり、私の手や顔を少し舐められてしまいます。猫にとって人間の化粧液や乳液は有害でしょうか？うちの猫も相当もうおかしいぐらい舐めますね。なんかね、やっぱり好みの匂いとか味とかあるのかもしれないですけど、そういう話は時々聞きますね。やはり乳液の方は、まあ、多少舐めてしまっても問題がなさそうなものだろうと思います。化粧水は、中にですね、機材としてアルコールが大抵入っているようです。確かに、はい、でアルコールというのはですね、動物、犬猫に関して言えば、人間と違ってですね、それを分解する能力を持たないので、うん、なので少量でも舐めてしまうと体に残って、中毒症状を起こしてしまったりする可能性があります。なので、化粧水に関しては良くない、はい、と思いますね。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。石崎さんからいただきました。ペットに飼い主さん情報や病歴などが分かるマイクロチップを体に埋めることを義務化できないでしょうか？またそうすることでペットの体に異変が起こったりしますか、ということなんですが、やっぱ迷子になった最後の、ね、命綱ですから、はい、去年の6月12日に、まあ、国会で、
承認されまして、3年以内に義務化するということになりましたので、遅くとも2022年の6月12日までには義務化されると。これがまずマイクロチップになります、はい、ここのオレンジ色の部分に針がありまして、はい、これのけるんですね、オレンジのところね。そうですそうです、これのけて中に結構太い注射針が、はい、何ミリぐらいですか。そうですね、2ミリから3ミリぐらい。3ミリちょっと痛いかもしれない、はい、結構、はい、太いんですけれども、それほど痛がらない。あ、そうなんですね、はい、痛覚が私たちよりは少ないのかもしれない、はい、そうですね、それは確かに痛覚点っていうのは少ないので、はい、そこまで痛そうに見えるんですけど、はい、まあ、大したことないのかなとなるほど、はいはい、と勝手に思ってますけれども、うん、はい、でその中に、入っている情報というのはこのマイクロチップリーダーと言われるものがありまして、はあ、これで読み取る仕組みになってます、はあ、マイクロチップを登録しているところがありまして、でその管理しているところがありまして、そこにこの番号を問い合わせると飼い主さんが分かると。ちょっと今のところそこに病歴とかそこまでデータベースに載せるのはまだ難しいのかなとは思ってるんですが、ただまあ僕としてはですね、個人的に今後何を載せていただきたいかというと、これ GPS の機能をですね、どこにいるのか。そうです、迷子の子がたくさんいて、まあその災害の時とかもそうかもしれないんですけども、どこにその子がいるのかっていうのが分かるといいんで、はい、そういうシステムができないかなって密かに思ってはいるんですけど。それは大発明ですね。はい、まだまだちょっとそこまでは行ってないみたいなんですけど、将来的にはもっと技術が進歩すればできるのかなというふうに思っております。これ浮気に悩むね奥さんがご主人に埋め込んだらね、どこにいるのか分かるみたいな。これはもう実用化されてるかもしれませんけど迷入と言いまして、最初は背中に埋めたのにお腹に行っちゃったから、背中にいくらこのマイクロチップリーダーを当てても出ないとかですね、いうこともあり得るので、まあ副作用とかではないんですけど、そういうこともあるということだけ。できればお腹にも当てたいもんですね。そうですね、まあ背中になければお腹の方にも一応当ててみるとか、はい、念入りにね、はい、当ててもらいたいですね。はい、はい、猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。では一色先生、質問いきますよ、はいはい、我が家では先住先に住んでるトイプードルと2年遅れで広い猫2匹いるんですが、ワンちゃんと猫ちゃん、はい、ね、先住トイプードルが猫のうんちを食べているようです。あら、どうしたら止めることができますか、はい、1匹はちゃんと猫砂でうんちをするんですが、もう1匹は自分が犬だと思っているのか、トイプードルと同じシートでするのでそれを食べるようです。日中仕事でいないのでなるべく家族には見つけたらすぐ処理するようにしてるんですが、と言ってプーチン姫さんからいただきました、はい、そうですね、これ実は結構ありましてですね、はい、まあ、犬はですね、食糞と言いまして自分の便を食べてしまったりすることも多いんですね。もともとですね、まあ、我々としてはまあ、ちょっと信じがたいと言いますか、まあ人間はちょっと ねそういうことはまだありえないんですけれども、ただ犬はですね、まあその匂いだったり味だったりとか、また食感みたいなものですね、実はすごくですね好きなんですね。柔らかくてほかほかみたいな感じ、はい、でしかも
しかもなんですけど、猫のうんちにはデオキシコール酸というちょっと難しい名前の匂い成分が含まれてまして、これかなり多量に含まれてまして、犬はこれが大好きです。はい。なので猫ちゃんのうんちを食べる子は割と多いです。はい。なんかショッキングなお話ですけど、珍しいことでもないんですね。はい。なので、これがですね、もう食べちゃうとやっぱり美味しいと思って報酬になってるわけですね。で繰り返してそれをやってしまう、はい、そういう流れの中で起こってしまっている、はい、事象だと思います。聞いていいですか、はい、体に悪くないんですかワンちゃんの。ですね、まあ大抵は大丈夫です、ね、まあ一回食べて排泄しているものなので毒物とかではないですし、はい、体にとっては悪くないですが、ただまあ一点だけ寄生虫がいる猫ちゃんとかがだとちょっとまあうつってしまったりとかする可能性もあるので、そこは気をつけないといけないかなと思いますが、すぐに死ぬとかそういう問題は、そういうことはないです、ないです。ただ飼い主さん的には気持ちが悪いなと、不衛生かなっていうところはありますよね。やっぱり食べさせろという推奨はもちろんしない。もちろんです、はい、はい、でまあできるだけ食べてもらいたくないので、まあ一般的にはですね、猫ちゃんのやっぱりトイレを犬がそこに行けないようなところに置くっていうのが一般的なんです。要するにちょっと段を設けたところにトイレを乗せて、はい、猫ちゃんにはそこにしてもらうとか。猫ちゃんはジャンプできますね。そうですね、あるいはちょっとこう少しスロープつけて、そこにトイレに行きやすくしておいてあげればそこでいいですね。ただこの方はですね、はい、ペットシーツで猫ちゃんがうんちをしてしまうということなんですね、はい、でこれはですね、ちょっとまた別の問題にはなるんですが、何ですか？これやっぱりトイレ問題なんですね。トイレ問題？はい。で、ですね、小室さん、何ですか？次の質問もありますね。あ、やっちゃいますか、はい、これちょっと絡めたいの。はあ、なるほど。ミセさんからいただきました、ありがとうございます。メスの猫7歳です。3年前頃トイレ以外でうんちするようになりました。なぜなんでしょう。留守の時はケージに入れています。これね、私友達とかからも相談されるんですよ、トイレ以外のうんち問題が、はいはいはい、で、そのこの方もそうですし、さっきの子供もそうなんですけど、うん、さっきの方はですね、猫が2匹いるということでしたよね、はいはい、で多分この猫ちゃんは他の猫ちゃんがしているところでトイレしたくないです。なるほど、自分のマイトイレじゃないと思っちゃって、はいはいはい、できれば猫トイレをもう一つこの子用に置いていただいた方がいいと思います。でこのようにですね、猫ちゃんはですね、トイレが清潔でなかったりとか、自分の好む形とか大きさ、清潔さ、そういったものでがなければ、もう別のところにしてしまう習性があるんですね。もしかしたらそのもともとあったトイレが何かちょっと形が変わったりとか、あるいはトイレ砂が変わっちゃったりとか、あるいはトイレを置いてる場所がなんか嫌になるようなことがあったりとか、例えばすごく騒音をしたりとか、なんかちょっと怖いことがあったとか、そういうことがあって別のところにするようになった可能性がありますよね。急にトイレの好みが、はい、年を取って変わったということもあるんですか？それ、まあ、急に変わるというよりかは何かきっかけがあってやはり変わるんだろうと思いますので、猫ちゃんには猫ちゃんのやっぱり考えがあって、はい、自分が嫌だなと思って多分変えたんだと思いますね。はい、ちょっといろんなタイプのトイレを試してみるのも手ですね。そうですね、それも手ですし、トイレをですね、自分がそのトイレ以外の場所でしているということなので、そのトイレ以外の場所に置いてあげる、でできるだけそこでしてもらえるようにちょっと促してみるということでしょうかね、解決策としては。なるほどね、はい、多頭飼いの場合はその猫の匹数より1個多いトイレの数を置けって言われますけど、はいはい、うん、そうですね、はい、余裕があるように置いてあげないと、もうちょっとでも他の猫ちゃんが入ってるとこは嫌だっていう子もいるので、はい、あるいはその
その猫トイレをですね、平面にずらっと並べるのではなくて、はい、さっきもちょっとちらっと話したけど高さを変えて置くとか、パーソナルスペースのような場所をですね、自分しか行かないような、たとがいしてたらですけど、はい、その子しか行かないような場所の近くに置いてあげるとか、はい、そういうふうにちょっと工夫してもらうと、猫トイレってなんか下の方の隠れたようなところっていう、はい、イメージがずっとあったんですが、はい、上とかでもいいってことなんです ね、 そうですね。ただし今その場合は掃除が面倒だったりとかするかもしれませんが、はい、こう下ろしたりとかですけど、でもまあそういうことができるのであれば、それも一つの手かなと思います。目からトイレありがとうございます。はい、散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテログループ。犬や猫以外で珍しい動物や変わった動物を診察されたことがありますか？三井さんから質問いただきました。はい。まずですね、例えばウーパールーパー。ご存知ですか？水の生き物ですね、はい。私たちが小学生ぐらいの時流行りました、先生ね。そうですそうですそうです。パーっとしてる、ね。はい。あのあれはですね、まあ両生類。カエルの仲間なんですけれども、ということは陸でも生きられる。陸でも生きられます。水の中でも陸でも、はい、ただもともと水の中にいた動物なんで、陸に上がると陸性といって、あの姿が変わります。この周りのひだひだがなくなってですね、なくなる、はい、ちょっとグロテスクな生き物に色も黒くなったりとか、はい、熱帯魚と一緒に飼っていた、はい、方なんですけど、はい、熱帯魚食べちゃってですね、で口にその熱帯魚がはさかってしまって、はい、口の開け閉め食べれなくなっちゃったんです。口に熱帯魚が挟まって物が食べられない、先生、はい、何とかしてくださいって言ったんです。そうなんです。で、何でしたかね、その熱帯魚の名前忘れましたけど、結構こう硬い、こうなんか甲羅みたいなのを持ってる熱帯魚で、ちっちゃい、はい、で口の本当に奥の方にはさかってしまってたので、麻酔かけて、ウーパールーパーに麻酔をかけて、かけて、はい、取りまして、はい、事なきを得たと。魚用の麻酔薬があって、はい、それを水に溶かしながらだん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 効かせていくっていう。マニアックというか、はい、あでも僕は違ったことないですけど、魚の手術とか来てる先生もいらっしゃるので、はい、本当にさばいてるんだか手術してんだかよく分かんないような魚にイボができたとか言って、それを切っちゃったりとかっていう。それは水中で手術するんです？それとも陸に出して？いやもう本当にまな板みたいな手術台で日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。先生、光さんから、はい、中には凶暴な犬猫もいたと思いますが、これはやばかった、これは痛かったという体験はありますか？私の経験では傷がひどく縫わなきゃいけないのは犬で、見た目大したことないのに広い範囲で腫れるのは猫だと思います。
ひかりさんからいただきました。はい、はい、そうですね。まあ、今これ、はい、絆創膏貼ってる。これはですね、はい、非常に生な感じの今日は傷を負ってしまいましてですね。はい、生傷絶えないでしょ。はい、まあそうですね。うん、まあね、まあ怪我するのをね、怖がってたら診察できないっていうのもあるんですけど、うん、これはやばいなと思ったのは、はい、僕がまだ研修医をしてた時代なんですけど、秋田犬にいきなりガブッと噛まれましてですね。はい。病院勤務の時、はい、ここに傷がまだ残ってるんですけど、なんか白く傷が、はいはいはい、これはもう30年近い前の傷、まだ残ってるんです、はい、筋肉を挫滅したみたいで、すごく痛くて、ずっとここがもう青あざで、はい、しばらくの間名誉の負傷、はい、もう急に噛まれたので大型犬ですし、びっくりしましてですね、まだ研修医で経験も浅かったので、はい、まあ、未だに記憶にすごく残ってますね。どんなにこうおとなしそうな子でも急に噛みついてきたりする子がいるので、まあ、むやみにこう手出さないとか、そういうのは、はい、考えるようにはなりましたね。なんか動物が噛む時とか襲う時っていうのは怖さから来てるんでしょ。そうですね、大抵はもうそれ、猫ちゃんなんかも結局それで病院に来て当然ですよね。もう知らないとこ来て、なんかね、そうなんですよ、抑えられたりとかして暴れるのは当然なんで、はい、まあそれは我々はもう当然だと思ってるんですけど、やっぱりやることやらないといけないということで工夫してやってるわけですよね。ぜひ猫ちゃんはネットに入れて来た方が助かりますね。そうですね、もうぜひぜひネットに入れて、はい、まあ、逃亡する子とかもいるので、はい、病院の前でも逃げちゃったとかですね、いう子もたまにいますから、ネットに入れてキャリーに入れてくるっていうのが確実ですね。はい、はい、そういう意味も含めてネットに入れてきてもらった方がいいかなと思います。時々ネットのまま逃げていく子もいますけどね。あ、はい、まあ、でもそれは捕まえれますからね大丈夫です。ネット必須です。はい、はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは、往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、私が往診します。お気軽にお電話ください。ミキさんからのお便りですが、珍しい名前の子とか面白い名前の子などいましたか。うちの子も病院でプーと言われた経験があります。ガチュコですけど何かってことで、ね、なかなか珍しい名前です ね、はあ、先生25年獣医さんされてますから、相当なワンちゃん猫、はい、ちゃんが、まあ、ガチコちゃんぐらいでは驚かない驚かないそうですよ、はいはい、やっぱりその時代時代で流行っているものとか、はい、そういうのをやっぱりつけられる方が多いということで、うん、はい、以前こんなのがありましたよっていうのをちょっとまとめてみましたが、じゃじゃん、はい、はい、これは2002年の日韓ワールドカップサッカーですね。あ、ありました、日韓共同開催でしたね。はい、ありましたね、はい、ベッカムちゃんとかジダンちゃんがすごく多くなりましてですね。うわ、そうなんだ。はい、そうなんです、やっぱり皆さんそういうのに影響されるんだなと思って最近の話題としてはペロー、あ、これですかね。最近はこれなんだ。これですかね、やっぱり鬼滅の刃。鬼滅の刃、はい、やっぱり炭治郎、炭治郎、炭治郎、禰豆子、禰豆子、はい、女の子だったら禰豆子、はい、あと伝一とかですね、はい、伊之助、伊之助とかですね、はい、義勇とかですね、こういったところがですね、まあ僕の知り合いに聞いても、うん、あ、結構増えてるねっていう、はい、そうなんですね、はい、うちの病院の、一色動物病院のベスト5、お、知りたいですね。じゃじゃん、これです。5位が、はい、猫猫、ね、ちょっと困っちゃったんですね、受付の時にですね、お名前を書く欄に猫って書かれてたので、動物種じゃなくてお名前を書いてくださいっていうお願いすると、いや猫です猫ちゃんに猫という名前を
犬じゃなかった。犬じゃなかったんです。これが犬だったらまたちょっとひねってるなと思って もう少しランクアップしたかもしれないんですけど、これはもうひねりはなく猫ちゃんは猫で。先生もびっくり。まあそうですね。続いて第4位、はい、第4位はですね、肉。え、おい肉って。そうなんですよ、これ呼んでる姿を想像するとちょっと4位かなと。はい、呼ばれて肉ちゃんがそのそばに寄っていってる姿を想像するのがちょっと楽しい。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。珍名さん第3位は、はい、ラリー、あ、はい、青木さん。あの、お隣のお家が青木さんだったらしいんですね。でそのお隣のお家で保護された猫ちゃんをもらい受けたので、青木さんに、いや別の名前にしましょうよ。それも一色動物病院の珍名さん第2位を発表します。はい、はい、じゃん、8万。これはですね、8万純血犬なんですけど、あの、なんで8万なんですかって僕聞いたんですね。ちょっと珍しい名前なので、だからこの理由のとこを見てもらったらいいんですけども、ズバリお値打ち価格、はい、え特価だったらしいんです。切ない、切ないですね、はい、面白いというよりちょっと切ない感じ、うん、可愛がってもらってたので。あ、そうなんですね、はい、まあ、名前でもゆえんを知らなければ八幡、はい、ちゃんもなかなかいい名前かなとは。いい、ね、なんか縁起がいい感じ、はい、8位だね、はい、ちなみに次に買った子は7万ちゃんだったんです。もっとお値打ち。うわ、それでは、はい、栄えある一色動物病院の珍名さん、はい、第1位は、はい、いきます、はい、じゃじゃん、ちょっと待ってください、今ちらっと見えましたけど、台風6号、台風6号っていう名前の、これも猫ちゃんです。はい、どう、ちょっと理由、これはですね、僕も聞けなかったんですけど、多分台風6号、はい、いつなん、だいぶ昔なんですけど、はい、台風6号が来た時に保護されたのか、はい、あるいは生まれたのか。あの、患者さん次の方って呼ぶ時にはどうやって呼ぶんですか。じゃあ次の方、台風6号ちゃん。本当にそうやって普通にシビアな状態で、あの、台風6号ですって言われたので、こっちも、はい、そうですかっていうしかなかったんですけども、はい、ロクちゃんとか呼ばれてるのかもしれない ね、そうなであればいいと思うんですけどもね、はい、まあ、こういう面白いな、面白い、先生も本当いろんなワンちゃん、猫ちゃん、ハムちゃん、魚ちゃん、ご経験が終わりということですけれども、これからも一匹一匹よろしくお願いします。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。